ちは。今日はミントちゃんにいろいろ京都を案内してもらいます。ミントちゃんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。行ってきます。イエーイ。もう一回戻って。はい、どうぞ。
わけで、今帰りの車ですけれども、全然車が進まなくて暇なので、後説を撮りたいと思います。先ほど友達から LINE があって、いつもの週末の 240% らしいです。京都は今日はミントちゃんに銀閣寺の周辺をいろいろ連れてもらったんですけれども、初めてのところばかりで、で本当にガイドさん並みにいろいろ説明してくれるので、すごい楽しかったです。トータルで4時間半ほど歩きましたけれども、何度もね京都は来てますけれども、ミントちゃんももう何十年も住んでるけどね、やっぱりね回れてないお寺とかあるんだって。やっぱりすごいたくさんあるみたいで、で本当に何度来ても楽しい街だなと思いました。で今回はね、やっぱちょっとこのコロナの関係もあって、まあ登山もしたかったから車で来たんですけれども、車は混んでるでね、本当に次あるかどうか分かんないけど、また多分新幹線で来るかな。で、まあ、海外の方はとても少ないっていうか、ほとんどいないけど、多かったわ、思ったように車も進まなかったし。でも、今回は本当にいろんな経験して、とても楽しかった旅出したで車で旅もなかなか、まあ、運転もね大変だけどね、でも荷物もあんまり気にしなくていいし、時間も電車の時間とかも気にしなくていいから、またこういうのもいいかなと思います。それではまたねー。